ファイナンシャルプランナーの藤井です。今日もこの動画にアクセスしていただきましてありがとうございます。今日はですね、最悪を考えるぐらいがちょうどいいというね、話をしたいと思います。実は今日はですね、東京の浜松町に泊まってまして、投資家さんとね、若手投資家さんと情報交換をしながらですね、感じたことだったりとか、僕のキャリアをね、今後どうしていこうかなと思う中で必要なセミナーとか出てたりするんですけど、その若手投資家さんがね、言ってた言葉っていうのがすごくね、今日のネタにもなるなと思ったし、非常にね、こう、そう、人生レベル大事だなと思ったので、皆さんね、シェアしていきたいと思います。最悪なことをね、考えるぐらいがちょうどいいっていうところなんですけど、その投資家さんね、例えば、個人的にも何億って投資をしてたりとか、会社を通じて15億とかね、20何歳とかですよ。はい。いや、まあ、すごいね、こう、精力的な方がいらっしゃってて、僕もすごくお世話になってるんですけど、この前イタリア行ったらしいんですね。で、イタリア行った時に、飛行機乗るじゃないですか。で、まあ、僕も今回飛行機に乗ってきてるし、毎回飛行機使うんですけど、飛行機がもし落ちたらっていうね、最悪なことを常にいつも考えるそうです。はい。で、それ、どういう教訓かっていうとですね、まあ、悪い方に考えた方がね、いいっていう話なんですよ。なので、飛行機が落ちる確率って、本当に低いじゃないですか。まあ、映画とかでよく落ちるようになってますけど、で、ね、まあ、普通やってたら、落ちないよというところなんですけど、それ落ちた時にでとか、もしかしたら落ちるかもって最悪の方に考えるんですね。そうなった時に、例えばじゃあ今のこの今まで生きてきて悔い残すことはないかなって言って、本当に落ちる想像するんですね。落ちてね、シアさんがヘッドダウンヘッドダウンとかっていうこともこうすごく詳しく想像するんですって。そうなった時に、あ、俺残したようなことはないかなと、今死ねれば本望かなみたいなことを考えて、本当に死を疑似体験するそうです。まあ、その想像レベルですよ。頭でもで、人はやっぱり、僕もこれ本当にそうだなと思って、僕もね、改めて思ったのが、死を意識してないじゃないですかね。死に対しては無計画になるわけですよね。で、もし死が計画することができたら、じゃあ今日のこの行動を取ってるかっていう話になるわけですよ。で、そこで死をね、疑似体験して、本当に悪い方にね、よくポジティブに考えなさいとかって言うわけじゃないですか。ただまあ、それは、その基本ベースとしてね、本当に普段からポジティブに考えれない人はこう考えたらまずいと思うんですけど、割となんかいろんな勉強もしてポジティブかなと思った時には、あえて悪い方を考えて自分が死ぬというのを意識した時に、気づいてなかったね、やらなきゃいけないこととか、あ、これ忘れてたわとか、あ、やっぱりタワーマンション住みたいなとかね、僕もちょっと今回思ったんですけど、住みたいなとか、なんかいろいろあるわけじゃないですか。で、実際飛行機落ちないみたいな、落ちなかった時に、あ、やっぱりあれ早めにやっとこうみたいなことですよね。はい。やっぱね、その人生の砂時計とかね、小玉さんがよくおっしゃってるんですけど、全くそれと同じことで、人生の目覚まし時計ですね。もう鳴った時は時すでに遅しと、余命宣告された時にはですね、もうできることはないみたいなね。はい。1億円の資産を残した、家族に残してあげることも、余命6ヶ月で1億円作れるかって、作れるない人の方が多いと思うんですね。なので、最悪なことを常に考えて行動するっていうのが大事かなと思いましたし、ちょっとね、こう時勢の話になるんですが、最近無料オファーでね、ICO 案件とか、まあ、その暗号通貨でね、こう威嚇戦記を目指すっていうね、ありますけど、あれね、まあ、結局は何もしないわけですよ。10万とか20万とかね、ビットコインベースで払って、ね。で、あれで一攫千金になれたらいいなっていうのは、まあ、おまけで、その考え方から言うと、そうなったらそうなる可能性が高いから ICO をやってるんですけど、ただね、そういう時ほどやっぱコツコツね、やって、もしね、最悪ね、この ICO 外れた時とか、っていうことを考えた時に、そのリカバリーできる心持ちもやっぱり大事なわけじゃないですか。
もう何百万単位とね、これだと思ってかけた人をね、この前、先日あったんですけど、まあ、それは多分ね、すごくうまくいくと思うんですよ、ICO がね。で、例えば、もう一気に2倍、3倍、10倍となる可能性が高いし、今この時流自体は本当にね、暗号通貨、すごく、そのもう過去にもう何十年に一回っていうバブルが来てるので、仕込むのはありだと思いますけど、でもそれがダメだった、最悪の最悪のことを考えたときに、やはり会社の収入とは違うね、キャッシュポイントとかを作っていったりとか、多分ね、これからね、ICO 案件今後バンバン出てきて、騙される人も多いと思うんですね。これは僕も含めて。だってわかんないから、それ。はい。海外の案件とかって言われてもわかんないもん。それをやってる人、開発者をね、僕が友達だったら、ね、もうそれやってもいいけど、そんな人ほぼいないわけじゃないですか。なので、こう、やってみるのはいいし、全ベッドするのはいいんだけど、最悪なこともちゃんと考えて、やっぱりね、コツコツやっていくっていうのもね、こう、大事かなと思います。なので、まあね、ネットビジネスの人ともね、今回会って話したんですけど、今この ICO 案件で騙される人とか、ね、痛い目を見る人が多くて、また今度は転売のね、こうブームがまた戻ってくるんじゃないのかなという話をね、笑い話でしてましたけど、そういう感じでね、今回その旅を通じて、最悪なことをね、常に考えるというふうにね、新たな気づきがあったので、シェアしたいと思います。いかがだったでしょうか？あなたの感想もお待ちしております。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。